えー、皆さんおはようございます11月21日日曜日の最新ニュースをお伝えしますまず最初のニュースです政府が原油高対策として石油の国家備蓄の放出を検討していることが分かりました備蓄の売却で一時的に供給量を増やしガソリンをはじめとする石油製品の価格上昇を抑えることを想定します放出できる量や期間には 限りがあり、どこまで効果があるかは不透明です。岸田総理大臣は20日、石油備蓄の放出について、日米や関係国との協調を前提としながら、法的に何ができるか、今検討を進めていると語りました。視察先の松山市で、岸田の質問に答えました。アメリカ・バイデン政権は睡眠下で日本や韓国などに協調して備蓄を放出するよう打診しています。 日本の石油備蓄には国が保有する国家備蓄と石油会社に法律で義務付けている民間備蓄などがあります。9月末時点で国家備蓄は国内の1日の消費量の145日分、民間備蓄は90日分あります。石油備蓄法は国家備蓄は輸入量の90日分以上、民間備蓄は消費量の70日分以上などと定めています。 現状は最低限の目標量を下回ってました。目標量を上回っており、余剰分の備蓄の一部を売却して市中に流す案が浮上しています。同法は放出の条件として価格の高騰は想定していないものの、政府は余剰分であれば放出に法律に縛られずに対応できると見ています。